はいこんにちは今日は分子管力ということでやっていきましょうまずはこちらをご覧くださいさあここには野球選手がいますよちょっとスリムな感じでね早く走れそうな気がします続きましてこの人がちょっとハンバーガー食べ過ぎちゃってこうなっちゃいましたどうですかね結構体重が増えちゃいましたよねさあこの両者同じ人物なんですがオら走れってやるじゃないですか さあどうでしょうかこっちの方はちょっと体重が重くなってううもうやだみたいになってますよねとこっちはシュピンっていきますよねそのさイメージわかりますか体重が重たいとそうちょっとなんか速さに影響が出そうですよねまだありますこんなのがありますこちらさあ見てわかるように月と地球ですね知ってる知識を言ってください例えばそう引力ですよね地球と月では 引力重力全然違いますよね例えば地球の六分の一、それが月の重力でした皆さんはこれどうやって認識していますかもうなんとなく分かった大きさというよりは質量ですよね地球の方が重たいわけですよ大きいしね。ということでこの質量が大きければ大きいほどどうやら引力が強い傾向があるそんな感じですよねさあ、今まで知っている知識が科学にも応用できます今日は 小さい世界でこれ見ていきましょうさあ分子間力とはということで見ていきましょうこちらですここには水素分子が2つありますね先ほどの月と地球のイメージあったよねあんまりにも大きいものに対しても引力があったんだけどあまりにも小さいものに対しても実は引力があるんですよこちらですね。 こうやって分子と分子が引き合うんですねそしてこのお名前が実はこう分子間力と名付けられています名前は非常に簡単ですよね分子の間に働いている力みたいなイメージですからさあこの分子間力ちょっと言葉をまとめておきましょうこちらです分子間力まずはこういうふうに分類されますこちら水素結合という言葉とあともう一つファンデルワールス力という言葉ですこのファンデルワールス力というのは すべての分子間あるいは曲線分子の間に働く力すべて総称して名付けられています水素結合に関しては後にやりますさあところでですがまずこの分子間力一体どういう意味かもう一回説明しましょうこちら分子間力というのは分子間に働く弱い引力のことを言います比較的弱い方なんですねそしてさらにこの分子間力にはこういう秘密がありましたこちら 質量分子の質量ですね。これが大きければ大きいほど分子管力は大きくなる傾向があります。これはまさに先ほどの月と地球の関係と一緒です。地球の方が質量が大きいわけ、ね。だからそれと同じに比例して引力も大きくなる。そういうイメージと同じですね。そしてさらにこちら。極性分子。ありましたよね。この極性分子においても分子管力は大きくなる傾向があります。しっかり押さえておきましょう。ではまとめておきます。こちら。ね このように分子間力分類されていますまずこの黄色い文字ですねこの言葉しっかり答えられるようにしましょうさあ水素結合とはということで見ていきましょうこちらですここには塩化水素分子がありますね見てくださいこれ共有電子対共有してますよねなんだけど覚えてますフォン狂っちゃったってあったよね 電気陰性度に差があります。するとこの共有とか言ってる電子対は実はこうなってます。若干塩素原子寄りになってますよね。そうこれが極性の始まりでした。するとこっちは電子を持ってかれちゃってるからややプラス気味。そしてこっちはマイナス気味になってますよね。さあ。 こんな感じになっていてこれで極性と判断するんでしたさあ続きましてこれについて見てみましょうこちらは水分子たちです水分子がそう H と O でできているわけだからこれにも電気陰性度の差により極性が生まれているはずですチェックしましょう さあ見てみるとマイナスとプラス引き合いますよねこれもプラスとマイナスで引き合ってますよねさあここポイントなんですただの極性分子なんですけど水素を介在してますよねそういう時こういう風に名付けることがあるんですこれ水素結合と言います水素原子を中立ちとして隣接する分子同士が引き合う結合のことを言うんですねそう。 水素っってて実は電気性度がとても低かっただからそのせいで例えば O 酸素ですねこんなのとくっついてたらすごくプラスを帯びちゃうわけそうするとすごく強い結合プラスマイナスの結合ができるそんなイメージなんですこの水素結合に関してしっかりとこのイメージ図で押さえておきましょうさあ練習やっていきましょうこちらです 次の文章の1から4に当てはまる語句として最も適切なものを下のあからかからそれぞれ選べということです見ていきましょう分子間に働く弱い引力のことをなんちゃらという大丈夫ですかまずこれ総称して分子間力という単語が当てはまりますということであですねよろしいでしょうかさあこの分子間力は 分子の分子量が大きければ大きいほどなんちゃらなる思い出してね月と地球でしたよねこれは大きくなるんですよねということでかが答えとなりますどうでしょうかまずは単語のチェックですできましたかさあ練習続きますこちらです 分子化力のうち全ての分子間に働く引力や極性分子間に働く静電気的な引力を何ちゃらというそうこれはまずあの表を覚えてますか分類しましたよねこれはファンデルルワールス力ですよねちゃんとこの言葉書けるようにもしときましょう。では続きましてまた H2O のように水素を中立ちにした結合のことを何ちゃらという。 いいこの水素がポイントでしたよねこれは水素結合ですうが答えとなりますいかがでしょうか単語のチェックですがしっかり定期テストにも出まくります押さえておきましょうさあ本日のまとめですこちらです今日はこの分子間力という言葉を学びました 大きく分けると水素結合とファンデルワールス力に分かれました。さらにこの分子間力のちょっとした秘密でしたね。この辺もイメージちゃんと押さえておいてください。では今日はお疲れ様でした。